川野田チャンネル。はい、どうも、あ、どうも、東京、どうも、やべっちゃだ、ありがとうございます。ということで、買ってきたよ、だー、7個。1、2、3、4、5、6、7。え？違うね、2。7個だよね、やっぱりね、7個買ったもん。ということでね、一人で買ったもんということでね、買いました。こう、シールが入ってるらしいよ。キラキラシール。ね、キラキラシール、ちょっとピンボケしてるかな、パッケージは全部一緒なんですね。全部デクくん。バクゴさんも言って、全16種類ですね。7個しか買ってないんで、もう絶対揃わないんですけれども。なんかね、どれぐらいいいシールが出るかってことでね。まず開けてみましょうか。どうこれ。もう持った瞬間からやばかったよね。この、スカスカ感。ね、これね、おかしい。この感じですよ。もう、時代はこういうことなんですよね。で、もう、薄いこれ。薄々ですよね。薄々 0.0 ミリみたいな。そんな薄かないけども。はい、あ、シール出てきちゃった。はい。おー、出てきた。おっと、これはディラン。ザ・ディランですね。ね。ちょっとピント合わない。なかなか合わないかな、これ。むずいですね。はい、ね。これはですね。はい、しがらきトムラ。来ました。トムラくん。トムラくん。ねえ、ということでね、ふぐとくんに似てるけどね。はい、行きましょうか。どう2個目ね。よし、行くぞ。来たぞ。誰だ。でーおっと、先生来た。ねえ、相沢先生。相沢先生。ということでね、ナンバー10。あ、これ番号振っちゃったんだ、これね。あ、14。ねえ、ということでね、これね、愛沢先生、あんたが大衆、あんたが大衆、ということで、はい、行きましょうか。ね、お酒は飲んでないです。はい、行きましょうか。はい、ということでね、はい、3袋目でございます。ねえ、袋も大事ですからね、これね、はい、来た !7 袋!奥の!おーっと、出た!ね、遊泳の生徒さんでございます。ね。雷電気って書いてますね。ナンバース、セブン。7って言うとしちゃったね。はい。ということで、よかったね。出ました。雷くんでございます。雷くんもね、ちょいちょい出ますよね。あ、お菓子ね。この薄々でして、チョコレートがね、こう入ってますけれども。音入ってますかね。うん。おいしい、うれしい。へ、うん、っていう感じですね。はい。美味しい、ヘルス、ビタミン C! って感じですけども。さあ、こんな感じでね。美味しいですよ。あっという間に食べれる感じ。いい感じです。はい、じゃあ、ね。ということで、前半戦も終わりまして、これから後半戦です。はい。張り切っていきましょうか。ドーン来ました。でん出た。お、相方みたいなもんですよね。桐島くん。この二人はもうライバルみたいなね、この感じ。出てきてるよ、これ。お、6、7とやっぱり続いてるんだね、これね。こういう感じでね。いいですね。はい。ちょっともっと近くで見ますか。はい。ね、みなはれ、みなはれっていうね。ありましたね、昔はね。奥さん、みなはれ、みなはれっていうことで。これね、行きましょうか。さあ、次何が出るかな。さあ、来たのだー。おっと、プレゼントマイク来た。11番。ということは、相沢先生のやっぱりお友達ですからね、これはね。あ、やっぱそうなんで、続いてる。10、11と。なんか続いてるね、ちょっとだけ。うん。ね、お友達。あと、桐島くんがいればね、いいね。桐島くんじゃねえや、なんだっけ。ね。名前忘れた。ヤグモくんでしたっけ、なんだっけ。白雲くんだ!だっけ?確かね。はい。さあ、そんなことを言っているうちに6個目でございます。ね。さあ、来ますよ。どうぞ、ダン!はい、ダブった。もうほら、来たよ、もう。すぐダブんだよ、これさあ。もう、腹立つわ。なんでだよ、もう。もうすぐダブるの。こうやってさあ、すぐにさあ、振り出しに戻った感じで、こう来て戻っちゃった感じだよ。はい。ということでね、そう、一番良しとする方法は、ザブらないっていうのが一番いい方法だったんですけども。
まさかダブルっていうね。本当にね。じゃあこれ最後です。いいの出ないか、これ当たりとかはないんだよね、とりあえずね。キラキラシール1枚入りだからね。全部キラキラだからね。さあ行きましょうか。最後の一つでございます。さあ、お菓子ねえ、はい、びっくりした？びっくりしないか。はい、どうかーどうだ、エンデバー来たよ、エンデバーってことでね。ヒーロー、一応ヒーロー1位だよね、今ね、エンデバーさんね。はい。ということで、エンデバーさんは12番。ということでね。ショートさんが出てくれたらな、親子みたいなね。あ、ダビカとね。3人揃った人は嬉しいかもしれないね。炎かぶりだね、煉獄さんと。まさかの炎かぶり。色が違うか？あ、違う。一緒か。まあ、炎は、いっか。ね、関係ねえか。はい。というわけで、こんな感じで、出ましたよ。はい。ということで、以上、ヒロアカシエルの開封でした。ありがとうございました。また買ったらやるね。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、お願いします。そして、カウドチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録、お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。